はい、どうも、メヘロさんです。おはようございます。はい。為替介入をしたっていうのが今ちょうど速報で出ましたけれども、まあその関係でですね、円高に触れまして、で、そのおかげで日経平均が、先物が700円ぐらい下がっているというところでございますと。で、三菱重工もですね、まあ下がっているというところで、今、マイナス20万で、昨日の夜間の、下げっぷりが多分マイナス500円ぐらいだったかな。はい。で、その時が1780円ぐらいだったんで、まあざっくり25万ぐらい、下げでございますというところで、ございます。で、まあ、もうちょっと下に行くかもしれないっていうところなんですけども、一応、信用余力的には、お衣装になってないんで、まあ、まだ含み損の状態ですけれども、まあ、だいぶやばいな、というところでございます。ただ、やっぱりこう、上から、何百円 ?350円ぐらい一気下げでございますから、な、ここで売るわけにはいかんでしょうというところですね。一回反発があった時に売りたいし、まあだから反発ができるほど下げて、で、そこからの戻り、まあダラダラ下げもあるから、なんとも言えないですけども、もう最悪、自分で買い取ってしまおうっていうふうに思ってるんですね。いつか上がると思うんで。なんで、まあその辺どうしようかなと思いながらやってるところでございます。はい。うん。だって時価総額で1兆円ぐらい多分消えてるんですよね、三菱重工。そんな消えることあるっていう。ここから、まだまだ、盛り返せるだけの問題もあると思ってるんで、そういう意味で、やっていこうかなと思ってますって言ってる時点でもうなんか生存バイアスというかね、なんか自分としては持っているからそういう喋りをしないといけないんだっていうような感じにもなってるんですけども、すでに PBR、PER からしたらですね、あと、まあ配当利回りからしたら、まあ割高だったっていうことは、十分認識しないといかんなと思いながらも、もう言うてもしゃあないんで、お祈りするしかないなというところでございます。唯一の救いは、まあこういう動画を上げてることによって、チャンネル登録者がなぜかバンバン増えてるというところぐらいでございます。もう、あれですね、ギフボーイさん並みになんか株芸人やるしかないですね。と思いながら、はい、もう、わからんかったらオールカン突っ込んどけよっていうね、それだけの、まあ、人になってもいいと思ってるんですけども、その辺のところね、なんとか、皆さんのコメントもらいながら、いやいや、お前もセンスないし、オールカン突っ込んどけよっていうふうに言ってもらったら、おじさんも頑張れると思うんで、はい。ってな感じでございます。はい。まあ、そういう形で、まあ、いろんな株を、まあ、評論しながらですね、結局、あんたは上手くないんだから、オルカン突っ込んどけ、キャラでね、いけたらいいんですけども、まあ、それもようわからんというところでございます。何の話してんだって話ですよね。とにかくね、今は、日経平均の先物が下がってるから、不安で仕方がないというところでございます。はい。で、まあ、今日が終われば3連休ということでですね、なんとかまあ、そこで、ちょっと頭冷やしてもそうなんですけど、僕ちょっと勉強とかもいろいろしないといけないんで、株を見てるばっかりじゃダメなんでございますよというところで、なんかまあ一定勉強しながらね、まあ言うたらこの株の値動きに左右されながら、まあ日々生活しようというところでございます。はい。というところで、まあ多分ね、1750円くらいまで下がるかなと思ってるんです、三菱重工は。そこを切ると、まあちょっと嫌だなっていうところですかね。で、そこの1750円のラインまで、まあ信用のお衣装が持つように、まあちょっと昨日も4万ぐらいお金突っ込んだんですけども、まあ何万かお金突っ込んで、そこで、お衣装にならないように、しながらですね、ちょっと対応できればなというふうに思ってございます。以上です。